始まりました、オネスト TV。 イエーイ。皆さんこんにちは、ゆうぜんのことです。本日の企画はスニーカー紹介。お待ちかねということでですね、まあ以前クローゼット紹介させてもらったりとかルームツアーしてりとか、まあそういうことをした時にですね、まあいくつかそのスニーカーもぜひ見せてほしいなっていうことも言ってもらったりとか、あと自分自身やっぱりスニーカーも結構持っているので、一回自分でも現状把握として俺の生活スペースを蝕んでいってんだよ、スニーカーたちが。スニーカーたち侵食を始めている珍しい蝕まれ方だけどだからちょっと一回俺もちょっとどれぐらい持ってたっけっていうのを確認したいのと、あと皆さんにもこう見てもらえても、まああとスニーカーっていうか靴だね。あ、そうです。スニーカーに限らず、ね、限らず靴、履けるものすべて、おお、ぜひ皆さん見て楽しんでいただけたらと思います。ということでスニーカー登場。皆さん僕がどこにいるか分かりますか？こちらでーす。おいおい、今年一大変な仕事だったぞいや疲れた。もう今俺だってこれさ、始まる時に、何足あるかまず数えてみようぜみたいなこと思った、やる気が失せてるもんね、それについて。そうだね、なんとなく想像してくださいって思ってるもん。本当はこれで何足大公開みたいなになったら、ね、言いたかった言いたかったけどさ、それはまた別の話みたいな。王様のレストラン。いや、これでもさ、結構整理したりとか処分したりとかもしてきたんだけど。してきてこれ。はい。多分俺の感性が緩いんだろう。そうだね。ほぼ見てないで。そうだね。通してる。ざっとざっとだよ。ざっと200はある。あると思うよ。200。俺だって少なからず100足ぐらい触ったもん。触った、今ね、一応ちょっと俺ジャンル分けなんとなく並べながらしたんですよ。説明ちょっとしてください。説明させてもらおうよ。はい。俺の今この左手ぐらいがナイキです。ああ、今この右手ぐらいがアディダス。でそのちょっと右後方ぐらいにコンバースとかバンズとか、ちょっとローテックシューズが控えてまして、あとニューバランス、ニューバランスゾーン、なんかちょっと それ以外、例えばリーボックとか、そういったゾーンで、後ろにはブーツ、ティンバーランドとかイージーとかのブーツかな。あとはまあここに、ヒューマンメイドアディダスだったりヒューマンメイドセブンだったりとかの靴があの辺とか、あそこのソファーは結構意外とハイブランドプラーだったりとか、ヴィトンとかグッチとか。ああ、なるほど。で、あそこちょっとディズニーとか、あと三原康弘さんのブーツが結構って言ったね。ソファーの上です。もう今振り向けないから。いや、ナイキからちょっと手触りますか。あ、そうですね、はい。ここがね、なんとなくジョーダンが多いです。ジョーダンシリーズか。ジョーダンシリーズ、俺がジョーダンシリーズの中で一番好き、今まあここにねジョーダンのランとかがあるんですけど、俺が一番好きなのはジョーダン4。ほうほうほう。ジョーダン4シリーズ、例えばこれとか、アディダスって言ったゾーンからジョーダンが出た。怒られちゃう。ジョーダン4です。きたー。これがブラックサンダーですかね。まあ呼び名がちょっと、まあ、ブラック&イエローですけど、よくこの、ま、真っ黄色のイエローサンダーっていうのがかなりサンダーイエローかな、すごいレアですけど、それはね、俺持ってなくて、黒と黄色、あとこれはアイアレッドですね。で、あとはこれ結構レアじゃないですか、カウズ、カウズ×ジョーダン4。フィギュアとか持ってる。そうです、あのアーティストカウズが、これカウズのタグで、後ろもバツになってるんですよね。はい。あとはもう一個、ね、リーバイス×ジョーダン4っていうのもあるんですよね。これリーバイスが出してるジョーダン4で、はい、デニムなんですよ、全部デニム生地の冗談も、ここにちゃんと赤タグがついてますよ。へえ。なんで冗談フォーマットなの？冗談シリーズの中で俺の中で一番踊りやすい。あ、踊りやすいっていう理由なのか、そうなんです。
俺はね、ハイカット、ローカット、うん、で、このジョーダン4は俺の中でミドルカットなんだよね。ハイカットよりもちょっと短い。ジョーダン1とかだとちょっと高すぎるの。ジョーダン4ぐらいのこの深さがちょうど足首にホールドされて、でなおかつ踊りやすい。すげえ、ジョーダン4シリーズいっぱいあるわ。おお、これはスパイク・リー、スパイク・リー×ジョーダン4。この配色たまんないよね。俺がそのジョーダン4をめちゃめちゃ押してるじゃないですか、うん、このミドルカットがやっぱり踊りやすいと。はい、でそれはね、なんでかっていうとですね、うん、僕もともとジョーダン4の前に、うん、エアフライト89っていうあのスニーカーで踊ってたの。あ、踊るダンスをね。そう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 、それがめちゃめちゃ俺のこう20歳前後ぐらいのダンスシューズのもうクラシックだった。その前はスタン・スミスとか入ってたんだけど、まあそれでエアフライト履いてて、でエアフライト、これエアフライト89ってまあ名前の通り1989年に出たんだけど、このジョーダン・フォーム実は1989年に出てて、でめちゃめちゃ形そっくりなんですよ。だからここにもフライトって入ってるんだけど、こうジャンプマンのところにね、そうここにフライトって文字が入ってるんですけど、このだからね、エアフライトの形とソールは多分一緒なんだよね。このアッパーのここのディテールが違うだけで、だからすごいこの履き心地的なエアフライトと似てて、自分的にはシルエットとか、うんうん、でそれをさらにこうアップデートしたものが俺はジョーダン4っていう履き心地的に、うん、よりこうなんていうの、ダンスパフォーマンスはジョーダン4はこうしやすくなったかなっていう感じで、でプラスデザイン性がまたかっこよくなって、種類もいっぱいあるし、あ、まあ、見た目もそう、この履きやすさも両方なんだ、アップされてんだよね。次好きなのでいくと、まあやっぱ5は欠かせないかな。俺は5の中でやっぱ好きなのはこの紫エメラルドグリーンシリーズなんですよね。この配色がいいんだよね、うん、紫とエメラルドグリーンの。5の良さはこのタンなんだ、やっぱり。はいはいはい、はい、うん、ここの厚さ、ここがボコッといって、こう履いた時にめちゃめちゃここなんていうかな、あの主張するというか、5ならではのこのタンの主張感。だから俺はこの昔はこのスキニーとか履いて、このタンを思いっきりボンと前に出すっていう。まあジョーダンシリーズで言ったら、まあ今4と5も説明したけど、やっぱり1はね、これ外せないですよね。やっぱりこれはですね、2017年にあのロスでやってるコンプレックスコンっていう、ファッションでかいイベント行った時に買ったやつなんですよ。ロスのユニオンっていうね店がですね、ブース出してる中で、このジョーダン1の、ゴールドトップ3って言って、左右非対称スニーカー、ジョーダンを出して、それで、まあ、当時そのブースで一発目発売だったんだけど、その後ちょこっと発売されたらしいんですけど、相当レアなスニーカーですね。まあジョーダンはもう踊るっていうよりかは、これはもう眺めてるね。これはなんか履いてる雰囲気はちょっとあんまり履かない、もうなんかこの佇まいだけで2杯白飯いけるね。白飯いけんの、変わってんな。これで1杯、これで1杯で、ここで茶漬けいくね。あ、すごいね、すごいね締めもできる。締めもいける、裏が違うんだからこの違う裏で茶漬けいくね。あっと、そうか、これな、これな、これは結構激渋なスニーカーで、おう、見ただけじゃ普通の今、まあ、スーパーフライニットじゃんって思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、まあ4、5年前かな、これはですね、あの HTM スーパーフライ、ちょっと順番わかんないんだけど、HTM マーキュリアルスーパーフライ、ほうほうほう、かな。その HTM っていうのは、うん、ナイキのティンカーハットフィールドさんとマーク・パーカーさんと、うん、あの藤原ヒルスさんの頭文字を取って HTM。でもここに日本人が含まれてるってこと。そう、その3人がそのナイキでやっている HTM っていうプロジェクトの一つで、あ、そう、これはね相当レアだと思う、まあ、当時この出始めた頃スーパーフライニットって今普通だけど、うん、このニット素材を取り入れたスニーカー初めて見た時、え、これがスニーカーなのみたいな。あ、じゃあ本当にもうニットを使
かった本当に最初の、これが最初の頃だったと思うんだよな。へえ。まあその当時、うん、相当限定速が発売されて、だから今この状態で持ってるのは結構珍しいと思う。そんなに俺も綺麗に履いてるんだよね。へえ。マーキュリアル HC めちゃくちゃレア。そうね。あとはまあジョーダンシリーズじゃないところでいくと、まあね、やっぱりこう、まあ、まあジョーダンシリーズからのつながりだ、これは。おうおう、やっぱり記憶に新しいオフホワイトナイキ、これはもう革命だったよね。ここスニーカーファンからしてみたらもうなんていうかな、新しい、めったにこんなかっこいいスニーカー出てこないんじゃないかっていうぐらい新しい風を吹かした。特に何がすごかったの、これ。なんか、うん、この例えばこのスウォッシュとかですね、あとこのタンのこういうところとかっていうのを切りっぱなしにしてるんだよ、うんうんうん、普段ここは閉じてるところだったりとか、このスウォッシュとかもピタッとくっついてるんだけど、あえて一回外したのを部品みたいにくっつけてる。なんかこう新品なんだけど一回解体して再構築したみたいな。 あとはこのなんともこう言えないこのタグ、うんうんうん、これはもうなんかやられたって感じだよね、みんなね。これはね、すごい発想だよね。すごいね。お母さんとか間違って取っちゃいそうだね。お母さんバチンってあの切っといたよ遠いハサミでねあとは、はい、まあ、最近で言ったらやっぱりこのナイキ境、うんうんうん、もうオフホワイトのあのスニーカーでなんかさ、ちょっとこう、うわちょっと最先端のスニーカー行ったなと思ったと思ったらすぐこれが出ちゃった。何これのね、なんか凄さっていうのはね、こうシューレースが二重になってるでしょ。でこれまあ俺作ってる方々からまあ聞いたんだけど、その要はタンも2枚だから靴の上に靴がかぶさってるって発想なんだよね。あ、だ靴が二重になってる、だから紐も二重だしタンも二重なの。確かにソールの部分とかも、だからそうそう、このソールの部分とかもこうなんていうか二重にこう重なってる、全てが二重に重なってるみたいな。はあ、これはブレイザーだから、スウォッシュも二重です。あとはレアスニーカー3番勝負を第1弾、これバックトゥザフューチャー×ハイパーダンクなんだよね。だからマイケル・ジェイ・フォックス、そう、マイケル・ジェイ・フォックスが劇中で履いてたと言われる。やばいね、この近未来。まあ、もっと、あれを再現したスニーカーは他にもあるんで、それはもうもっとレア中のレアなんだけど、これはハイパーダンクで、まあこれも相当今は高値で取引されてると思います。これをがっつり履いてもちょっと汚れてますけど、うんうん、なぜならハイパーダンクって俺たちめちゃめちゃライブ中に履いてたわけ。あ、そもそも、そう、だからエグザイルはハイパーダンクとはゆかり深くて、で俺はその当時そのハイパーダンクでめちゃめちゃ踊ってたから、軽いし踊りやすいし、だその時にこんなもん出ちゃったから、うんうんうん、バックトゥーザフューチャー、あのマイケル・ジェイ・フォックスが劇中で履いたあれをイメージしたハイパーダンクってなってもう飛びついたよね。続いてこれです。これは今でこそカニエ・ウェストはイージーって、うんうん、アディダスでやってるんだけど、うん、その前は、まあ、ナイキとやってたんですよ。でもっと前に行くとヴィトンとかもやってたりとかしてて、だからこれはそのイージーのナイキとやってたイージーの中でもこのレッドっていうのはマジで出回ってる数少なくて、うん、本当に発売された即数は少なかったはずです。それをちょっとね、手に入れました。カニエはすごい。そうだね、だからセンスがすごいんだろうね。そう、まあ音楽とかもそうだけど、やっぱりもうなんていうかな、常にこう先を行ってる感じがする。これはだからさ、当時さマジで手に入んなくてさ、うん、だから手に入ったとしてもこれを履くなんてことはもうなかなかしないわけですよ。めっちゃ俺は履いちゃってて、みんなじゃあ飾ってたりするんだ。そうね、うん、もったいねーってよく言われる。あれ、そんなで言うと、ちなみにこれがねその色違いね、黒色違いです。赤が激レアってこと。赤が激レア、黒ピンクは意外とあると思います。これはね、エアフォームポジットギャラクシーって言って、多分8、9年前ぐらいかな、うん、フォームポジットギャラクシー、ここに宇宙柄
だから宇宙柄だからギャラクシーなんですよね、うんで、これが、ここの下が、ブラックライトに光るような仕様になってるんで、そう、グロー素材っていうのかな、だからここが光るんですよ、だからもう宇宙ですよ。ああ、そうだね。これで、例えばだからブラックライトのあるような、なんだクラブとか、あんま行かないけどねとか行くと、もう、これでもう、ここが光って、うわー、目立つこと間違いなし、目立つこと間違いなしナイトプール、パシャパシャ自分がオリジナルで作ったエアマックスシリーズ、はい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 、ニューヨークのナイキラボで結構自分でなんていうかな、エアマックス素材、よく ID とか言われるやつよりももっともっと素材だったりとか色とかを細かく指定できるやつがあるんだけど、その時にニューヨーク行った時にそれで作った、エアマックスシリーズがこれなんですね。ナオトオリジナル、ナオトオリジナル世界で一足エアマックスシリーズ、これは、白にジブラ柄のちょっと腹もつけてる感じですね、はい、シューレースはヒューマンメイドのシューレースを、でこれガムソールにしたのが結構自分の中でのポイントですかね。やっぱ白いスニーカーにガムソールって俺はもう大好きだからさ、まあなんか白いんだけど白くてこう履きやすいんだけどちょっとエッジが効いてるこの中に、でその時めちゃめちゃエンジにハマってたからこういうオールエンジでちょっとピンクも混ぜたエアマックスっていうのも作りました。でこれはちょっと分かりづらいかもしれないんですけど、ナイロン素材のツルツルの青に赤いスウォッシュ、青赤、シューレースはヒューマンメイドの蛍光にしてますけど、これがオリジナルエアマックスですね。で何がいいってこのそこでエアマックス頼むとこのオリジナルの木型に入ってきます。おナイキのロゴ入りのこのめちゃめちゃ高級そうな木型に入ってくるっていうね、嬉しいね。これはこの木型すらもかっこいい。でちゃんと箱にもナイキのロゴ入りで自分の名前も入ってるからね。へえ、ナオト片岡って書いて入ってて、これアクロニウムっていうブランド大好きなんですよ。ハイテクの素材をね、こう存分に、そのアクロニウム、俺の大好きなアクロニウムとナイキが大好きかける大好き、イコール超大好きじゃん。そのシリーズがこの辺、めちゃめちゃハイスペック、ハハーって感じ。これおかげでもライオンキング何がかっこいいってさ、この配色もさることながらこの後ろのディテールね、はい、ディテールここのジップが両脇についてるんですよね。こことここについてる、モビリティな感じがかっこいいわけよ。あ、都市を機能的にいかにこう生活できるかみたいなコンセプトだと思う。基本的には洋服もそういう機能になってるけど、 それがナイキとやってくれたもん。そうだからミリタリーの都市版みたいな感じだから、でそのアクロニウムとのコラボする中でこうベイパーマックス、おう、うん、ベイパーマックスとアクロニウムが、まあだからアクロニウム×ナイキの第2弾だったのかな、これが。かっこいい。このさ、近年のこのフライニット素材はやっぱ足が蒸れないし、このピタッとこう、なんていうかな、ニットだから足に沿うようなフィット感がたまんないんだよ。だから夏とかこういうベイパーマックスたまんない。これ借りてもいいかも。俺去年このベイパーマックスお世話になりました。あともう一個、俺はそのナイキのスニーカー好きなんだけど、うん、ACG 好きなんですよ。まあそのナイキのアウトドアライン、ナイキ ACG シリーズ、ちょっとそのいつもナイキよりもやっぱアウトドアチックなんだよね。確かに。それこそ行くとなんかこう旅行行った時アフリカとかで履きたくなる靴みたいな、アフリカ行った時旅行にも履いてきてめっちゃ履いてたから、ACG のこの存在感ね、なんかちょっとこうブーツっぽいっぽいスニーカー、さっき言ってたアクロニウムとかアーバンモビリティ的なニュアンスが、確かになんか機能的だけどアウトドア、うん、そう、都市ミリタリー、うんうんうん、まだ語れるぞあれ怖い怖い怖い。でもちょっとナイキはもう、でもこれちょっといやもう本当にやばいね。いやごめん最後にねナイキアンダーカバーもやばいのよ。いやだから全部すごいじゃん。い
やだからさ、ナイキというこのブランドを使ってさ、いろんな人たちがこうナイキをそう自分たちのこうクリエイティビティで変えてくんだけど、もう俺それ見てて楽しい。だね。そうなるとやっぱナイキシュプリームっていうのは、あ、触れてない。触れてないよね。うん。ナイキシュプリーム、このエアマックスのヘビ柄。ヘビ柄もかっこいいのよこれ。でナイキのこのスウォッシュの入れ方、こっから入ってるから。皆さんわかります？このこっからスウォッシュが始まってる。でここまで続いてくる。結構ね、そのやるたんびにまあプレネがつく。この間エアフォースワンも出ましたけども、もうちょっと俺もキリがないからちょっと変えてないんですけど、まあこれとか、うん、やっぱりかっこいい。かっこいい。あ、もう神経衰弱やってるみたいになってきてさっきあそこにハートのエースあったな。あ、これやった、目の前にあった。おー、エアフォースワン。エアフォースワンはさ、もうさ、うん、なんだろう、エアフォースワンってすごいんだよ、もう本当に。俺はもうクラシック中のクラシックだから。俺は一時期もう本当にアディダスのスタン・スミスで踊り、うん、で次エアフォースワンに行き、うん、でさっき言ってたジョーダン4、まあジョーダン4の前に、エアフライト97に行き、でもう一回エアフォースワンのローじゃなくてミッドカット、うんうん、ミドルカットに行き、で最終的にライブっていう2時間を耐えるためにハイパーダンクに行ったっていう。あ、それ面白いね。ダンスのスニーカーの流れがあるんだ。ダンススニーカーの流れあるんだよ。アディダス、ナイキ、ナイキって言って、うん、それで最終的にハイテクシューズに行く。ナイキのローテクからハイテクに行く。それライブに耐えれるかどうかっていうのがある。多分だから踊ってる時間の長さだと思うんだよね。うん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 。そう、せいぜい俺たちがそのダンスでストリートダンスやったりとかショーをやったりとかするときって2時間とか踊ることないから。確かに。俺らなんかやっぱりこう見た目がの方が重視、うんうん、でももう2時間のライブってなるともう見た目だけじゃなくてやっぱり機能性がめちゃめちゃ大事になってくるから、そこでハイパーダンクに行ったりとか。2時間も踊ってたらもう耐えれないスニーカーももちろんあるけど、やっぱり足が疲れたりとかね。でもそれは人それぞれ。だから必ずしもハイテクがその人に合うかどうか。だからこのエアフォースは、もうエアフォースワンはめちゃめちゃそのダンスで、まあ20歳ぐらいの時お世話になってました。かっこいいね。ナイキ、うん、あのスニーカーファンの人がさ、ここの今この動画を見てて、うん、これは触れてくれよっていうのはもうない。結構触れたんじゃない？どうですか皆さん。これは喋ってくれよ。お前それ喋んないで。何分喋り続けた。お叱りあるかな。大丈夫、もういや結構触れたと思うよ。最後にこれじゃあ、あ、ほらごめんごめんごめん、これすいません、それだよって思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、これはですね、あのガールズオントクライで有名なあの友達のベルディが出した、ダンクですね、 SB ダンク、ナイキのダンクなんですけど、そのナイキのその文字をですね、やっぱりこうベルディのフォントで書いてて、おー、はい、でここにベルディのガールズオントクライのロゴがあったりとか、これも赤で、そうですね、シュートこれが入ってます。これもだからもうめちゃめちゃ行列で、あ、そうやばかったって言ってたね。世界中で大人気とかだもんね。すごいですよベルディのやっぱ勢いは。ナオトのスニーカー紹介、ナイキ編でした。うわーすごい、タン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 タカン。ナイキ語りすぎた説ある。いや、あるよ。もうちょっともう終わんねんだもんね。まだ、まだなんだよ。まだあんのね、でもまだあんだけどよ。ということで皆さん、コメント、いいねボタン、そして、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。